平野の仕様神宮寺ゆ太新たなスタートは10月以降 ?3 人体制で世界進出を目指す。こんにちは、読者の皆様。今回は元キング・アンドプスの平野仕様と神宮寺ゆ太の新たな展開について、興味深い情報をお届けします。彼らの未来に迫る可能性と、注目すべき出来事について詳しくご紹介します。 七夕の新たなスタートから1ヶ月、活動はまだ本格的に始まらず。七夕の夜、平野耀と神宮寺勇太は、元所属事務所を離れ、滝沢秀明氏の新プロジェクト、とべ、トゥービーへの合流を果たしました。しかし、その後も二人の公式活動は控えめであり、ファンたちは地なる展開に胸を膨らませています。 ト米への合流発表の、後公式インスタグラムのアカウントが開設されファンとの交流が行われて、それにもかかわらず、8月10日時点でまだ具体的な仕事の発表はありません。岸優太の介入が予想される理由、業界関係者の間では、平野と神宮寺が本格的な活動を本格的に開始するのは、岸優太さんの合流後、 おそらく10月以降になるのではないかとの声があります。岸優太さんはジャニーズ事務所を9月末で退場する噂があります。そして岸さんがトベに合流する可能性が高いとされています。もし岸さんが合流するとすれば10月以降になると考えられています。 このタイミングで平野さんと神宮寺さんが3人で活動をスタートさせる可能性が浮上しています。飛べの目標と展望。滝沢秀明氏は飛べの構想について明らかにしています。昨年の TikTok ライブで滝沢氏は世界進出を目指し配信を中心とした楽曲リリースをする方針を示しました。 滝沢氏は国内外のファンに音楽を届けたいとの思いを語っており、平野、騎士、人従の3人がこの目標に共感していることが伺えます。金プリ時代から世界進出を目指して努力してきた3人。その熱意と飛べの目標が一致することから、彼らの新たな活動には大きな期待が寄せられています。結論、新たなスタートが待ち受ける3人の未来。 元キング・アンドプスの平野潮と神宮寺雄太、そして騎士雄太、3人の合流によって新たなるスタートが待ち受けています。トベの目標である世界進出を実現するために、彼らはその才能と情熱を注ぎ込んでいます。ファンたちは10月以降の展開に胸を高鳴らせており、3人の活動にますます期待が高まっています。 今後の彼らの活動に目が離せません。世界で輝く3人の姿を見逃さないように注目し続けましょう。それでは引き続きのご愛読をお願いいたします。この記事では平野氏洋と神宮寺ゆ太の新たな展開と死ゆ太の加入予想に焦点を当て、飛べの目標や展望についても掘り下げました。3人の未来に期待が膨らむ一方、 読者の皆様には彼らの新たなスタートに対する興味と応援の気持ちが高まることでしょう。